I can't. I gotta go. Uh, whew. Ah, ooh. Ah, more live has started. 始まってる。<laughs> こんばんは、皆さん。高橋ダンです。はい。現時点今は10月29日で、えー、夜の10時26分です。はい、えー。これからライブ配信を始めたいと思います、えー。今後も皆さん、YouTube とポストプライム両方ともチャンネル登録をよろしくお願いします、えー。今日もニューヨークの相場を30分ぐらい一緒に見ていきたいと思います。皆さん、ポストプライムも新しい投稿をしたばかりです。はい。新しい投稿、特にこの の頃は新興国に対してて質問を受けてますので今、これを狙うというビデオを速報で配信したばかりです。なので、ぜひ皆さん見たい方は概要欄の方で見てください。ポストプライムというのは新しいソーシャルメディアであの僕が一応創設者ですけど、29万人のマンスリーアクティブユーザーを達成したものです。はい。なので、興味ある方は概要欄の方を見てください。はい。今後もよろしくお願いします。さてと、今日の一応 iOS ウェブサイトと Android バージョに対応していて、今週 週週末か来週にままた新ししいバーージョンをリリースしますさてと今日のニューヨークの相場を一緒に皆さんと見ていきたいと思います。今日はハイテク株が売られてますね。今日のメインテーマはやっぱりナスダックが売られています。はい。ナスダックが現時点今は135点も下がっています。はい。で、皆さんも今日僕の YouTuber 見ていた方は多分ご存知ですけど、Amazon と Apple の方で時間外でかなりと下落しています。はい。でここは 決算の影響ですね特に、えー、Amazon とかアップルの決算。はい、今時間外でちょうど開くところなんですけど、Amazon はおそらく、ま、4.25%ぐらい今日は下落するように見えています。それと Apple の方も3.62%ぐらいの下落ですね。これが今、ナスダックの重みに,になっています、はいえー。そこ以外の今の相場を見ていると、ま、それほど大きな動きは現時点はなさそうな感じがしますね。はい、overall pretty quiet. それほど大きなは 動きはないと思います。はい。まずはこれから相場があと2分後で開くので、相場が開いてから今日相場を一応見て、その後に今日の注目のニュース、特にハイテク銘柄に注目してナジダックを見てえ、その後に皆さんの質問に答えていきたいと思います。OK。ナジダックあと少しで開きます。はい。うーん、うん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  okay. l l right. あと1分で相場が開きます。はい。OK。ナズダック136点も下がってる。ああ、これはかなり大きいであ、10年国債金利、今日は1.45%の上昇です。はい。うん天然ガスが3.6%ぐらいの下がり。

今、開きました。はい、OK。Let's take a look at the markets, ね。現時点、ナズダックが、お 急騰してます。すぐ上がってます。はい。えー、ダウジョンズは今のところ75点と下がっています。SP500 の方だと23点下がっています。はい。ラッスルは今日ほとんどノーチェンジになっています。はい。今日はドルが強いですね。はい。0.36%も上がっています。はい。なのでおそらくこれが理由としてコモディティが今日ほとんど下がっています。はい。えー、今日のコモディティを見てみるとほとんど全面安ですね。はい。銀も下がってます。えー、プラチナ パレディアムも全部下がっています。はい。えー、それと、えー、それぞれのコモディティ今日見ていけないと、ダンのポジションのコモディティ今日見ていきましょう、はい。今日のポジションを見ていると、そうですね。今のところ見ていると、う、全部売られていますね。ね全部かなり売られています。はい。 えっと、コーヒーはあまり動いてない。トウモロコシはあまり動いてない。これは良かったですね。はい。今日の一応、まあ、注目ニュースのビデオで、えー、まあ、一応、トウモロコシのことを話しました。はい。なので、皆さん、そちらのビデオも、えー、ポストプライムの方で、えー、解説をしているので、ぜひ皆さん、そこも見ておいてください。特に今、今、えー、ドル安というビデオを、えー、プライム投稿もしました。はい。なので、皆さん、ポストプライムというのは、ほとんど全部無料だけど、時々プライム投稿も、えー、出しています。はい。 ファイルの方でここは無料体験ができますね。す、は、べ、い、て1ヶ月無料ですね。無料体験のあ、まあ、やっている間にいつでもえこの無料体験を削除して何も決済されないです。はい、なのでぜひ皆さん、ポストプライムもフォローすると無料のプライム登録も、まあ、興味ある方は概要欄の方見ておいてください,、はい。今日はコーヒーのことを話していましたし、特にあト,ウモロコシだ、ね、トウモロコシのことを話していました。 そうだね、全面安ですね、コモィティは。はい。うんうんうん。コモィティで今売ってるのがほとんど原油だけなので、もう少し何か売ればよかったかなと思っています。はい。そっか、もうそんな下がってないですね、原油は今日は。ほんの小さな下がりです。はい。えー、今日他の銘柄を見ていると、Let's see here。えっと。 仮想通貨の世界だとほぼノーチェンジ、うん、0.7%、昨日からあまり動いてない、えーと。他のセクターを今日見ていると、オッケークルーズ会社の方で CCR を今日は少し上がってる、はいる、うん。ジェッツ、少し上がっている航空株、えー。他のセクターを見て今日は特にテック株を見ていきましょう。はい アップル3.47%の下落です。下落したまま。アマゾンも5%の下落のままですね。はい。やっぱり見通しを見てみると、こちらの2つの会社の決算、えー、の見通しは、えー、相場の予測を下回りしているので、えー、その,、ま、あの影響でこの2つの会社はまだまだ下がり続けています。はい。おそらくこの下がりは今日、決算の影響で、そう簡単には、<laughs> そう簡単には多分、えーあの、回復はしないかなと思っています。はい。 えーと、そうですね。今日の YouTube でも少し解説をしてたんですけど、えー、この二つの銘柄の影響はえー、特にナスダックに対して大きいですね。はい、ナスダックの方で、えー、この二つの株価の一応、まあ、あのウェイティングを見てみるとナスダック100の方だとそうですね。二つのウェイティングアップルが約10.9%マイクロソフトが10.77%アマゾンが7.6%なのでこの二つア,アップルとアマゾンだけで19% 20%程度、まあ、20%、えー、よりちょっと下のぐらいのウェイトがあるので、えー、今日の動きはやっぱり大きなあの、まあ、影響がありますよはいそうだね、えー、今日も YouTube でもすでに皆さんに、えーまあ、あの解説をしましたけど、えー、まだ見ていない方は今日の YouTube の Apple と Amazon の疑惑のビデオをぜひご覧ください特にガイダンスの方で、えー、ここはまあ供給不足の問題ということ Apple が少し指摘し,指摘してましたけど、えー、Amazon の方だとちょっと違 違いましたね、はい、狂気不足というよりコストの、えーまあ、増加、特に人材のコストの増加のこともいろいろ言っていました。まあ、詳しくは僕の YouTube のビデオを見てください。えー、ともかく今日の相場メントは Facebook が上がっている、はい、メタバース。すすごいですね名前をこれから Facebook ではなくメタに変えるということ。全然違う局面に行く。素晴らしいと思う。はい、すごくいいアイディアだと思いますね。えー、ここ10年間、まあ、15年間ぐらいソーシャルメディアは強かったですけど、ソーシャルメディアの、えー、時代じゃなく他 他の時代に他のところに作ろうとするメタバースという一応産業をこれから作ろうとするマーク・ザッカーボーグすごいと思います。はい、そこ以外の今日の、えーまあ、セクターを見ると今日は金融株がちょっとだけ上がっています、はいえー。半導体メーカーが今日0.5%下がっている、はいえーと。他のセクターを今日見ているとそうですね。後の方は 今日見ていると、特に大きな動きはないですね。It's pretty quiet today overall. Overall, pretty quiet. うん、あまり動きの動きはなさそうですね。今日の経済データは、えー、ありますよね。確か。はい。えー、今日の経済データを一応、出たばかりだと思います、ね。US personal consumer、確か、えー、個人の支出が今日発表されたと思います。はい。えー、Let's take a look here. 29日29、日で今日、アメリカのデータだと、ヨーロッパのインフレ率4.1%、みんなすっごいびっくりしているインフレ率、これ、ものすごい高いインフレ率が今日発表されました、ヨーロッパではい。ヨーロッパも昨日決定会合があって、昨日の決定会合ではこれからリカリ r a ー i o n What the heck is recalibration? まあ、ともかくテーパリングをこれからすると言っています。はい。おそらく年末までにもヨーロッパもテーパリングをする予定になると思います。えー、ですけど、まあ、今日のこのインフレ率が出て、はい。あの、昨日がやっぱり ECB のミーティングだったので、まだこのインフレ率もまだ見ていなかったと思います。なので、おそらく、えー、次回のミーティングが確か12月の上旬なんですね。ヨーロッパの中央銀行。なので、多分、多分そこでテーパリングが始まると思います。はい。 えー、そこ以外、今日見ていると、 そうですね、CorePCE Index、はい、Personal Consumption Cons、um、Expenditure Index、ここもインフレ指数の一つなんですね。4.4%、はい、高いです、アメリカの方で。はい、うーんまあ、あの、ここはよく FRB が重視している、えー、インフレ指数の測り方なんですね、PCE、はい。特に FRB はやっぱり CPI より PPI よりつ3つの指数があるんですね、アメリカのインフレ指数には。CPI CP、PPI、PCE。よく FRB が言っているのは、やっぱりこの PCE に一番注目しているよと言っているので、これがまだ高いということですね、はいうんうんえー。それと11時に発表されるのが、あと23分で発表されるのが、ミシガン・コンシューマー・センティメント指数、えー、コンシューマー・センティメントですね。はい、それと、えー、このインフレ感、まああの、5年間のインフレの期待率も発表されます。とりあえず、相場を見ていて、それほどでかい動きは今のところなさそうかなと思っています。はい、うーん えっと、今日見ていて、マイクロソフトがアップルの時価総額を抜いたっていうニュースが出ていますね。はい。ここがすごいびっくりです。わお。I didn't think this would happen. うん、異例ですね。はい。 The battle for the title of world's most valuable company is full in effect Friday morning as Microsoft Edge past Apple following iPhone makers' disappointing revenue report. Apple was the whole and Microsoft of the They have dueled for the most valuable company crown off and on for years. Both companies were neck and neck early 2020. What's Apple すごい GAFA、えー、の名前でやは,り、まあ、やはりランキングが変わってますね。はい あと後の今日の動きを見ると、そうだね、えー、注目しなくちゃいけないところあるかな、はい、特に今日はコモルティが大きく下がっていますよね、はいえー、ドルが今日これだけ上がっているけど、おそらくこれ一時的だと僕は思いますね、コーヒーは今日ほとんど下がっていないし、トウモロコシもほとんど下がっていないし、うんまあ、大体大丈夫なんじゃないかな、まあ、オレンジジュースと砂糖はちょっと下がっているけど、はい、うん まあ、ドルがこれ上がっている理由としては、おそらく今日のインフレ指数がえかなりヨーロッパでもアメリカでも強かったので、多分それが影響になっているかなと思います。はい。面白いのが、アルミナの方が今日上がってますね、2.6%。はい、えー。ここはほとんどのコモディティが下がってるんだけど。うん。面白いですね。はい。あとは見ていて、特に面白いところあるかなうーん。Looking around here. まあ仮想通貨の世界も見て今、そうですね、今日ポストプライムでも言いましたけど、イタリアム、一時的に僕は少しだけ損切りをしました。損切りというのはできるだけ早くしなくちゃいけないです。昨日、一昨日だけ。一昨日売って少しだけ今日損切りをしました。損切りしてまだ注目しているのはもっと安いアルトコインに注目しています。なので、詳しくは今日のポストプライムのビデオもぜひご覧ください。特にまだ注目しているのは、特にイタリアムがこれぐらい強いんだけど、 まだイタリアムクラシックがそれほど上がっていないのでここがまた面白いかなと思い続けています。円建てのチャートを見ていると特にビットコインが今677万円。いや、n a d o ダウン a r d trend だけど、イタリアムのチャートがちょっと円立てだと全然違うんですね。このメタバース。まあ、これから、あの、ザッカーバーグ、マーク・ザッカーバーグが Facebook をメタバースに集中すると言って NFT プラットフォームでもあるんですね。なので、ほとんどの NFT はイタリアムを使ってるんです。なので、この影響で今日はイタリアムがかなりと、えー、ま、大きく動いているかなと思いますね。昨日と今日で。はい。なので、こういうニュースが出るとは、どこの誰でも、あの、想定できないので、 一番でかいソーシャルメディア会社が急にメタバースをアナウンス発表して、急にこれから NFT を全部対応するとしたら、もちろんここはもちろんイタリアムのは影響はあります。なので、おととの暴落をもう全部回復して最高値を更新していますので、僕はイタリアムを損切りして、もともと買っていたあのまあビットコインキャッシュとか、それとイタリアムクラシックの方に今集中をしています。ビットコインキャッシュがあの一昨いの暴落でまだ半分ぐらいしか回復してないないの おそらくビットコインキャッシュもここから回復をするかなと思ってますし、イタリアムクラシックの方も今見ていると、えー、まだおとといの暴落の、まあ、3分の2ぐらいを回復してるので、おそらくもう少し回復できるかなと思っています。はい。皆さん、あの、右のチャートは、えー、コインチェックですね。僕が使っている一つの証券会社暗号、暗号資産の証券会社です。えー、興味ある方は概要欄の方を見ておいてください。あとは、今日見ていて、どうだろうだね。うーん。 原油の動きはちょっと分かりにくいですね、はい。原油の動きを見て、まだここは一応下がっているけど、株とやっぱり連動してますね。はい、なので、株価がどういうふうに動くかによって、本当にまあ原油が左右されるのはちょっと好きじゃないですね。うん、どういうふうに動くのか、ちょっと本当に。 It's very hard to tell.、ね、あのでもともかく、まあ、一応チャートを見ると、原油の方は栗、ま、が下がっているので、まあ、僕はまだポジションを続けています。まだ一応、まあ、売りポジションを、えー、入れたままで、今のままあのこの、まあ、ショートポジションを続けようかなと思っています。はい、うんそこ以外は、 コーヒーがやたら強いね。今日ほとんど全部コモディティが下がってんだけど、コーヒーがやっぱり強いけど、I don't like this MacD. MacD が下がってるからちょっとあんまり買いたくないと思うかな。はい。うん<タッ>あとは、そうだね。あー、ま、ナーズダック 今日は株式数全、まあ、随分と回復し始めてますね。ナスダックがオープンの時で130点ぐらい下がってたんですけど、この10分間ぐらいで30点ぐらい上がって、まあ、今たった0.6%ぐらいの下がりになってます。まあ、来週のイベントを多分みんな待ってるんですね。はい、来週はもちろん入院、まあ、日本の方ではこの衆院選挙の投開日で、えー、プラス、えー、ここはまあ日本の選挙、日本の選挙はまあ世界的の影響はあると思う。えー、それとアメリカの方ではもちろん FRB の決定会合が 11月3日ですね。はい。アメリカ時間の水曜日。それと、11月5日にアメリカの雇用統計。なので、3つ、もうトリプルパンチです。はい。来週はでかいイベントがいろいろゴロゴロあるので、相場が動くかなと思っています。はい。えっ、ー、と、あとは、そうだね。今見ていて、面白いのあるかなうん。なんかなんとなく、I feel like today is pretty quiet. ほとんど見てると、そんな大きな動きが、この2つのテック銘柄がすごく下落している、今いろいろ質問されてるのは、ダン、アマゾンとダン、ここはフェイスブック、アマゾン、アップル、どう思うの、一体どうすればいいの僕はどれ一つも思っていない。 どれ一つも持ってない。えー、Facebook はあのー、1週間前ぐらいまでは持ってました。短期投資で。でもすぐ損切りをした。で、ここのメタバースに行くとして、どうしようかなって自分でも考えているけど、It's very まだ曖昧、どういうふうに行くのかもわからないし、このメタバースに行くといっても、一体何を作っているのか、いつ何を発表されるのかもよってちょっとよくわからない。ので、はいまあ、とにかくここは今のところの Virtual Reality、VR とか、えー、Augmented Reality、AR とか、いろいろ投資 してるんだけど具体的な商品が発表されてこれが大ヒットにない限りは Facebook はちょっと上がりにくいんじゃないって思うんですけどねはいでもまあ一応、えー、まあ株価を見ていますでもうちょっと自分でも買おうかなって考えていますねはい Facebook ですねまあ特ここここに営業利益率は素晴らしい会社なので、えー、買おうかなとも思っていますまあ一応久しぶりに Let's take a look at valuation ね Facebook どうせならあと15分ぐらいこのデータが出るまでに時間があるので少しデータまあ少し ファンダメント的に見ていきましょう、Facebook。Facebook の方で、こちらの方の今のバリュエーションを見てみると、はい、ここは PER が22倍、PSR が8.1、PBR が6.5、はい、うん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 。そうだね、配当はほとんど払っていません。はい。まあ、グロース株に対しては、8.1っていう PSR はそんな悪くないですよね。はい。それと比べて、例えば Amazon。 アマゾンの方を見てみると、アマゾンの PSR が今3.86。いや、安いね、アマゾン。 Wow that's cheap. でも PER が58倍なんですね。はい。やっぱり、えー、Amazon というのは物のデリバリー、物流の動きですね。あの楽天の大きなバージョンですね。楽天のオリジナルですね。はい。楽天が Amazon をコピーしたんだと思います。なのであの、ここは物流の動きなので設備投資がかなり必要であり、まあ、利益に対してはそれほどは、えー、高く、安くはないんですね。はい。ちょっと高い程度。だけど、売上に対しては安く見えています。はい。で次がアップルですね。はい。Apple の方も見てみると、今の、えー 一応 PER とか PB も見ていきましょう。今の PER が30倍、まあ Facebook と似ている。PSR も7.29、まあ Facebook とすごく似ているような状況かなと思います。僕はこの 3, 3つの株、どれ一つも投資してない理由は、もうすでにすごい大手になってます。世界の一番でかい自家族国なモンスターの会社です。はい。次の化け物を見つけたいですね。我々はこれから10倍、20倍上がれるような株を見つけたいと思います。はい。なので、 はい。まあ、ここは、えー、こちらの銘柄はもうすでに10倍、20倍、100倍ぐらい上がってるので、まあ、僕は次のオープンつけたいと思います。まあ、えー、もうここも、あの、そう関係的にデータで、で、確率的に見てみると、すでにもう世界1、2、3、4になってる会社は、えー、ここからどれだけ上がれるか、この余地っていうのがやっぱり、 もうちょっと小さい時価総額と比べると可能性がもっと小さいと思います。これから10倍っていうのはまた難しいと思います。はい。だけど Facebook はチャート的には少し面白いかなと狙っていますね。はい。で、Nasdaq も今見ていて、今日の動きでもうちょっと下がるかと思ったけど、あんまり下がってないので、とりあえずここは Nasdaq は、まあ最初、今日のオープンはちょっと下がっていたんですけど、 今見ていると最高値を更新するとまた思います。はい。そんな悪くない調子ですね。はい。で、ナスダックも、マクデもちゃんと上がっていますし、RSI も上がっていますし、えそれと CFT とか先物の,のポジションでも、やっぱりナスダックは少し今は過小評価かなと思っています。はい。どういうことなのか。特にナスダックの CFT 相場を見ると、まだ今は60%の顧客センティメント指数が売りになっています。で、これを比べると、例えば SP500 とか比べると、全然違うんですね。SP500 とか他の銘柄を見ると、ここがほとんど今はまあ売りポジションになっています、はい。あ、売りじゃなくてちょっと待って、もっとでかい売り、もっと小さい売り、ごめんなさい。ナスダックが60%の売りで、僕が言いたかったのは、例えば、DAO DA の方を見ると、 d o が73%売り。あまあ大体同じぐらいだね。d o と Nasdaq 両方ともちょっとポジションがえ安くなっています。はい。えー、それと、それと比べると日経、日経の方だとこの CFT ポジションが今倍になっているんですね。はい。ロングになってます。67%ロングになっている。はい。なので、まあ、米国株ね。今、 じりじり上がってるんだけど、CFT 相場の方では、特に今は、ポジションは CFT 相場では少し過小評価されているかもしれないかな。うん、Let's take a look at the Trading s t o r NASDAQ.NASDAQ の先物の,のポジションも見ていきましょう。Let's take a look and compare this.、はいうんえー、とちなみに皆さん、こちらの顧客センティメント指数概要欄に載せてある IG の方です。はいえー、と今日の NASDAQ 先物を見てみると、 順当期、えー、普通だね。ああ、これ違うものだよ。なぜだク100、うん、ミニだね。うん、まあ、い、yeah, や、right、そんな大きなポジションがないので。 あんまりなんかポジション的にも全部なんか低いと思う。It's been very quiet, ポジション的にこの数ヶ月間。大きなポジションがどこにもないと思います。はい。この決算ニュースを出て、今日の Facebook ニュースを出て、なんか直感的に Facebook は買いたいかなけど、うん、とりあえずちょっと待とうかなと思ってます。はい。I might buy a little bit.Facebook ほんの少し買おうかもしれません。今日の動きを見て、少しボトムしているチャートを見ているので、 3%ぐらい上昇で昨日からも上昇してたから、It looks like a healthy rebound かなと思ってる。決算で一時的にやられて、今またこのメタバースの方で今日上がれることができたら月曜日買おうかな。でもこれデッドクロスになっているので、Facebook はちょっと長期的には 危ない面ももあるかもしれない、まあ、長期的にはこの数ヶ月間はちょっと危ない面があるかもですねこのデッドクロスがあるので、はい。OK、皆さんの質問にいくつか答えていきたいと思います。はい。えー、なので皆さん、ぜひあの質問などいろいろ聞いてください。Ask me some questions. ちなみに、あの、31日の夜の6時に、あの、テレビ朝日 BS に僕が出演します。はい。えー、なので、えー、皆さん、ぜひ、あの、日曜日の夜、多分、えー、選挙のことでいろいろワイワイみんな騒いでて見てると思いますけど、まあ、6時にテレビ朝日見てる人たちは、ぜひそこも見てください。はい。特に新しい経済番組が、えー、なんか朝日もやるのはすごく異例なのでですね、僕も少し応援したいですね。はい。もっともっと経済番組を日本のテレビに、テレ東以外にも出てもいいと思いますね。はい。日本のテレビ画 もうちょっと経済面の方で頑張ってほしいと思います。日本の国民の金融レーターで上げるのにはやっぱり YouTube プラステレビ全部必要かなと思っています。はい。えー、と、皆さんの質問を今待っています。質問待っている間にそうだね。今日見ていて他に注目したいところ。うん。Let's take a look here. 他の見ていると、インドがまた1%下がってる。で、ベトナムがやってる。うー、looking very nice。新興国の方、このビデオを見てください。新興国、これを習う。まだ見ていない方は、ぜひ、はい、ポストプライムで。こちらの動画は、あの、無料でやってます。はい。なので、ぜひ見てください。こっちの動画、あの、ドル安っていうのは、え、プライム登録ですね。はい。でも、これも先ほど言ったように、1ヶ月無料体験で、いつでもキャンセルできて何も決済はされません。概要欄の方にリンクが貼ってあります。ちなみに、ポストプライム、まだ今新しい テスター、それとカスタマーサポート、それとエンジニア、募集してますよ。はい。じゃん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 皆さん、はい。募集してるので、えー、応募いつでもしてください。概要欄の方にリンクが貼ってあります。はい。えっ、ー、と、そうだね。うーん。まだまだ質問の、えー、ところを待っていますよね。はい。アシスタントの方で質問がまだ来ていません。えっ、ー、と、自分の方で質問見に行こうかな。 今のところを見ていると CCL はどう思いますかはいそうだねカーネバルクルーズえっとカーネバルクルーズまあこのクルーズ会社ねこれからボトムするのかないかだ、クルーズ会社とかアメリカの航空株はどう思いますかえっとそうですよね I think that 今のところ 1.64%今日上がっていて、マックリーが今日また上昇しているので、もうちょっと買おうかな、ね。僕の視聴者たちはなんか、だんだん、僕と同じ考えをだんだんみんなしてきたと思うので、僕が YouTube しなくてもみんなわかるじゃんと思いますね。YouTube やらなくてもみんなわかるじゃん。はい。It's looking pretty good. えー、決算がもう終わった。もうここは今特に原油の方でいろいろと、まあ原油も少しトップアウトしてきた。なので、まあ少し安全に見えてきたかな、クルーズ株。はい。It's looking pretty good so far. I think it's probably gonna go up. 多分ここでまた上がるかなと思います。えっ、ー、と、あとは、ここが多分上がるとしたら、 航空株はどうだろう航空株もあと多分少しで上がるでしょうね。はい。まだまクくりがクロスしていないけど。えっと、質問です。他の質問。インド50が50日線をぴったり閉じました。下げ続けると思いますか 詳しくはポストプライムのビデオを見てください。ごめんね。全部質問優先できないので、もうすでに無料のビデオをやったものは、まず皆さん、無料のビデオを見てください。こちらの右の画面で概要欄の方にリンクがあります。どちらの iOS でもウェブサイトでも Android でも無料で見えます。もう一つの質問です。はい。えー、ここはあー、あ、三井。三井商船の増配発表で海運株そろそろどうかな僕も見ている。この海運株。はい。 えーとこの海運株どうしようかなって自分でも見ていますけどどうだろうね、なんか短期的には多分買っても大丈夫だと思う。うん、今日うの、えー、914だよね、はい、で今日10%上がってかなり大きなボリュームで上がってましたね、はい、この増配のニュースで。 まあ、多分短期的には上昇すると思う。今日も日本の日経の平均の YouTube のビデオで言ってましたけど、おそらくこの50日の平均までは少し上がれるかなと思います。はい。あと10%ぐらい程度は上がれると思う。なので、その波に乗りたければ、まあ、もし月曜日間に合えば、あの、多分まあ、この程度、この価格程度で買えれば、まあ、大丈夫かなと思う。ただし、 また簡単に1万円まではいかないと思います。これほどでかい下落があるときは相場は大体いいそんな簡単には回復しないと思うので、まだまだちょっと僕は長期投資としてはこの海運株はあまり好きではないです。はい。えー、コモルティはここから年末にかけて過方修正、まあ、過、ま、方下方向けだと思いますかはい。下向けだと思いますかダンさんどう思いますか えっと、コモディティはやっぱりドルとすごく大きく関係があると思います。年末って言ったらすごく難しいですね。とりあえず今、短期的な間だとまだコモディティは下落、あ、すみません。コモディティは上昇トレンドだと思う。なぜかっていうと DXY が今下落トレンドなので、コモディティの方はおそらくここはま,あまだ上昇トレンドかなと思います。ただ今、特にこの頃、原油の方があまり一緒に DXY と動いていないので、原油だけはちょっと別の動きをしていると思います。はい。でも 他のほとんどコるという DXY と動いてるので、おそらく年末までどうだろう来週の FRB の決定会合を見ないと分からないよ。I don't know.This is a すっごいでかいイベントですよ。1年半ずっと待ってきたんですよ。この金融カーの縮小を引き締め。はい。なので、これを見ないと、I'm really not sure。 うん、難しいと思うよ。まだちょっと分からない、はいえー。特に今見ていて他の質問は、金はそろそろ売っていいんじゃないですか、えー、どう思いますか、はいえー、金の方を見ていると、そうだね。金またまた、おう、ガ I love。僕の視聴者大好きみんな大好き僕よりみんなすごい早くキャッチしてるじゃん。素晴らしいよ、金、うん。金早速、これもっと売りだよ。このチャート見てると、またまたマクリーがこれクロスしました。 これ前回も言いましたね。金は今長期的なダウントレンドに乗っています。はい。この長期的ダウントレンドというのは、実は去年からずっと続いてきたものですね。金は実はピークアウトしたのが2020年の8月です。何回も何回も何回も何回トップアウトして今下がっています。なぜかというと、金融緩和が終わっています。こういう時は歴史的に見ると2013年、2014年、2015年と同じで金はずっと下がり続けると思います。なので、金はできるだけ売りポジションができる時には見つけた方がいい。I like this a lot. 金は売りだと思います。はい。Let's check out 金今日、まさか金のビデオをするとも思っていなかったけど、金は、OK、81%ロング。That's good. いろんな人が買っている。多分これは売るチャンス。CFT の相場だと、ちょっと相場が今、少し強欲になっている。あとは、Let's take a look at 先物。 順当期えー、つーくつー、あんまり動いてない。I think 金は売りだと思うよ。ええ、I like this a lot.Okay. 金は売り。Take note. 金は売りだと思います。Okay, 次。えっ、ー、と、他の質問を見ると、チュ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 えーと、とととととと、長期としてアメリカ株の割合はどのぐらいのが適切だと思いますか 誰が聞いてるのかに思う今日も朝日テレビの出演であの有名人にちょっと聞かれたんだけどどうやって投資するのそれはあなたの資金とあなたの性格とあなたの全部よりますよ。ケースバイケースではみんなに これやれば、成功するよ。そんな、通応がいい話、この世にないですよ。はい。なので、これは年齢によりますし、どれぐらいのリスクトレレンスがあるか、どれぐらいリスクに耐えられるかにもよります。僕が、大体平均的に皆さんに、え、張してアドバイスしてるのは、こういうような長期投資の方で、え、株社債、不動産を、あなたの長期投資、これは長期投資っていうのは、毎月毎月、多分、家賃とか、一応、食料を全部払ってから、残ったと、残ったお金の7割から9割。 9割を投資に回して、長期投資に回して、残った3割から1割を短期投資に回すということですね。はい。なので、こちらの長期投資の部分の7割から9割の中で、4割から6割を株、社債、不動産に入れる。まあ、はい。これをパッと見たところ、おそらく、まあ、米国株を 10%, から,10から20%が、この長期投資の中では適切かなと思います。な、まあ、つまり、全体の投資の資産のだと、まあ、もしかして、ここはそうだね。7 パーセントから14パーセントが10%程度かな20パーセントだったら9パーセントから18パーセント程度になるかなと思ってますそれで十分だと思います、はい、相場はすごく広いです米国株だけではなく新興国日本株あのここは社債国債現金コモルティ仮想通貨暗号資産全部見ていくのがいいかなと思っていますほ、はいえー、の質問を見ていると <laughs> 後ろの金も売りましょう <laughs> これ本物の金じゃないよ。本物だったら嬉しいけど、はい。えー、今のところは売りつもりはないよ。えー、原因は本当に落ち着いたのから、o p e c、えー、事で、あのー、今は冒頭するのではないのでしょうか ?I don't think so。あのー、ん when, ?When is the next OPEC Plus meeting? 確か次の OPEC のミーティングが来週の11月の4日なんですね。はい。なので、来週の、まあ一応ここはもしかして木曜日にこの OPEC のミーティングがある。だけど、前回のミーティングですっごくなんか供給に対して減産をするような主張を言っていたので、今の相場の動きを見ると、みんな多分また減産を、えー、期待してると思う。 いや、yeah, I think it's still i g o ああ、ああ、ああ、今のところ、the chart is the chart, you gotta respect the chart, チャートを尊重しましょう、まだ銀は下がると思いますよ。OK、今ちょうどニュースが出てきました。はい。 えっと、いろいろとニュースが11時です。出てきました。えー、まずは、ミシガンのコンソーマーセンティメント指数。ここは、ミシガン大学が、えー、統計している、ここは、コンシューマーセンティメント指数というものなんですね。はい。コンソーマーセンティメントというのは何なのか。はい。ここは、えー、一応、消費者の心理、えー、来指数というものです。はい。で、今のところ、これが71.7ですね。はい。71.7。まあ、平均予測値が71.4なので、大体同じぐらいです。はい。えー、あとは、インフレーションエクスペクテーション。まあ、インフレの期待率というのは4.8%。 先月が4.6%、またまた上がってます。すごい高いですね、ここは。はい。まあ、大体と見ると、これ、まあまあのデータですね。そんな相場には影響はないと思います。はい。今日一番でかいアメリカ市場のデータは、やっぱりここだと思う。PCE Price Index。これが4.4%。That is a big one. はい、これが多分 4. 4、I think it's the biggest movement here.4.4% なので、この動きがやっぱりもう FRB がすごく明確に言ってるんですね。こちらのデータを我々はすごく主張してます。このデータで金融政策を決めてます。 なので多分このデータを待っていたと思うよ。11月3日が来週なので、このデータが出てからテーパリングをしましょう。今日でテーパリングはもうほぼ100%、えー、まあ来月か12月にもなったと思いますね。これも決まったと思う。はい。I think it's、like 100だと思います、はい、で、一応シカゴ取引所の一応まあこのテーパリングとか特に金利の利上げの予測をしている相場を見てみると12月末では今98%の一応可能性で金利が上がるということになっています。はい、そうですね、まあ、今日のメインテーマとして一応まあ結論を言いたいと思います。まあ、今日の今メインテーマと見るのはまず一つはここはハイテク株、特にアマゾンとアップルの大幅な 下落です、はいえー、特にここは決算の影響ですね、えー。決算の影響を見ると、特にアップルの方では供給不足、えー、それとあのアマゾンの方だと、まあ、人材不足、まあ、みんな不足 <laughs> だけど、費用の方が特に上がっている影響で、まあ、この、えーまあつあの 今期の、えーまあ、見込みが、えー、一応予測が、まあ、あのアナリストの平均予測値を下回っている。はい。それと、フェイスブックが今急騰している新しいメタバース、メタバースを発表しました。はい。これが、まあ、今日の一番大きなテーマだと思います。えー、それ以外の今日のテーマを見てみると、まあ、ドルがかなり大きく上がってます。はい。ドルがかなり大きく上がっているので、えー、ここは今コモディが今日ほとんどと、えー、急落しています。はい。えー、でもコモディが急落しているせいで、えーまあ ここは少しはあのーまあ、多分、航空株とかクルーズ株落ち着くような見通しも見てきたかなと思いますかね。はい、それが今日のメインテーマで、あとはまあ今週末ですね、はい、皆さん、今週末、特にあ明日と日曜日、東海日、まあ、あのどこの誰でもあの皆さん、もちろん自分で選んでください、あの投票したいか投票したくないか、であの僕はあのこれから初めて投票します、誰にするかもちろん言わないです。はい、みんなの動きとか なんかどういういいに考えているかはははここは、えーまあ、影響はしたくないですねみんな自分で自由で選んでください。だけど、できれば投票してください。我々の国の未来は我々が決めますね、えーまあ、市民として。で、実際政治状況を見て、自分で考えて、どうやって日本は変わるのか。はい、僕から言うと、日本はずっと外から見てきました、はい。ずっと海外から見てきて、ずっと日本はダメ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 って、ずっと僕は外から見てきたんですね。はい、であのー なんでダメかというと、ほとんど日本、外から見る日本はみんなインフレが大問題って認識をしてるんですよ。インフレがどこもない。日本だけだよ。もう。 日本だけでこんなでかいインフレが30年間、日本だけ、他の国にはどこもない。これがす一番でかい問題だと思います。なのでインフレを取り戻すというのがまず一番だと思う。インフレを取り戻せばお金の周りがまた回り始まる。今、みんな現預金とか持ってて何も動かしてないんですね。何百兆円も何百兆円も日本の国民と企業はただずっと預金に入れて何も動かしてない。なぜかというとインフレがないから。インフレが出てくるとお金が動き出すんです。でお金はいろんなところに動く 出す設備投資にも動き出す人々いろんな人たちをもっと雇う賃金も上がる全部動くんです不動産マーケットも動き始めるみんなの生活水準も動き今ずっとじっとして固まってるんですねなのでここの固まりをブレーキしてだんだんと回し始めるためにはインフレですインフレが一番大事だと僕は思います、はい、それをどこの誰の党ができるのか僕もまだちょっと分からない I don't know はっきり言うと今のどこの党も見ているもう僕はあんまり信用してないちょっと うーん、けど、まあ、ともかく投票はしなくちゃいけないと思う。我々市民としては、どこの誰かにと誰かが選ばれるんですね。世界まあ、うちの国のリーダーとして、こんなので、ここも大事かなと思っています。はい。まあ、皆さん、今週末、ゆっくりして、え、我々国の未来を考えて、まあ、もし時間があったら、はい。僕の顔も見たかったら、見づらいと思うけど、<laughs> もしこの顔もう一回見たかったら、ぜひ、あの、まあ、朝日テレビも、えー、夜の、え、6時、日曜日の夜、見てください。それと、まあ、時間がありましたら、ぜひ、あの、ここの 新興国の株に対しても、えーまあポスト、ポストプライムの方で投稿してますので、ぜひ皆さんそこも、まあ、あの見ておいてくださいえ。プライム登録もできますし、無料登録、フォローもできます。プライム登録もここも全部1ヶ月無料体験なので、今は何にも書きはせないし、いつでもキャンセルができます。はいえー、そんなところですね、皆さん今日もありがとうございます。これからも YouTube とポストプライム両方ともチャンネル登録、応援をよろしくお願いします。はい、それと、LIKE ボタン、通知ボタン、ぜひ友達や家族に僕の チャンネルなどをお勧めしてくれたらとても嬉しいですじゃあね皆さん Have a great night